15番のアブレイズ大外15番枠敷かれました15投、15頭。 スタートしました。揃ったスタートになりました。内から2番のマリアエレーナコースアウトを切りました。マリアエレーナ出ていきます。3番のアートハウス外から15番のアブレイズ大外枠から徐々に内に進路を取って、アブレイズがチラッと内を見たの。荻野極アブレイズが花に立っていきました。早くもスタンド前で3馬身のリードを取ります。13番アイコンテイラー2番手3番手は2。巻く2枠の2頭2番マリアエレーナ3番のアートハウス1。コーナーのカーブに入ります。その後ろはごった返しています。1番の里のセシルや4番の美人など固まって1コーナーのカーブ。 その外に6番のホーイクセルがいます。 先頭15番のアブレイズペースを落として1馬身半のリード13番のアイコンテイラー2番手第2コーナーのカーブ3番手のインに2番のマリア・エレーナその外ぴったり3番のアートハウス4番手の外第2コーナーからバックストレッチですあとは3頭1番サトノゼシル4番の美人ジン外を通って6番のホーオーイクセル2馬身離れて中盤にラブユーライブ残り 1200m その外に5番のエリカ・ビータはちょうど中段前から10馬身ぐらいの位置ですあとは8番のアンドバラナウトがいてその外を通って9番のサンテローズ差がありません後 後方11番のルージュエヴイユ10番のルビーカサブランカ後方グループ1 0 0 0ル切りました1分3秒9おもの 1000m の通過です外から14番のリアアメィアが進出最高峰12番のヒオリキアリ10番のルビーカサブランカは後方2投目で3 0 0切りました 先頭15番のアブレイズリード1馬身です13番のアイコンテイラー2番手その後ろ1馬身半差3番手変わらず2番のマリア・エレーナ3番のアートハウス4番手変わりません600切りましたその外から早め上がっていった10番のルビー・カサブランカ外からぐんぐん上がっていった内から1番のサトノセシルで4コーナーのカーブに入りますさあ先頭15番のアブレイズ馬体を離してババの真ん中13番アイコンテイラー直線に向きました空いた内から2頭目2番のマリア・エレーナその外を通ってアートハウスもババの真ん中から 追い込んでくるあとは1番の里渡セチル、その後は10番のルビーカ・サブランカ5番手争い、今度は先頭、3番のアートハウスか、アートハウスが先頭に立った、突き放しにかかる、2番手13番のアイコンテーラー、3番手2番のマリア・エレーナ、3番のアートハウス、アートハウス、ゴールイン、13番のアイコンテーラー2着、2番のマリア・エレーナ3着。